ブルグント族が443年にサボイに定住した後のブルグント族の第一の王国アルル王国を通称とするブルグント第二の王国。12から13世紀。第三のブルグント王国とも呼ばれるブルゴーニュ皇国。1465年1477年。ブルグント王国はローヌ川流域を領土として存在した王国。現在のフランス。 スイスにまたがっており、ブルゴーニュフランシュコンテ地域圏、オーベルニュローヌアルプ地域圏、及びスイスのフランス語圏と、おおよそ一致する。旧世紀末からは、プロヴァンスアルプコートダジュールも領域に含んだ。ブルグンとはフランス語では、ブルゴーニュであり、ブルグンと王国が滅亡した後も、ブルグンと王国があった地は、ブルゴーニュと呼ばれ続けた。ブルゴーニュ公やブルゴーニュ博。 ポルトガル王国のブルゴーニュアサやカスティーリ王国のブルゴーニュアサは、ブルグント王国とは別のものであるが、地名としてのブルゴーニュに由来している。411年、ブルグント族の王グウンダハールは、ローマ帝国のガリアに侵入した。ブルグント族は、西ローマ皇帝ホノリウスに急戦協定の一部として、ローヌ川流域の土地を与えられ、ホエデラティの地位を得た。しかし、 ブルグント王国はフォエデラティであるにも構わず、ローマ帝国領のガリアベルギカ北部地域を襲撃した。反撃を受けたブルグント王国は、ローマ帝国の将軍、アエティウスが呼び入れた、フン族の傭兵によって437年に一旦、滅ぼされた。443年、ブルグント族は、西ローマ皇帝により再びフォエデラティの地位を与えられた。451年、 ブルグント族はカタラウヌムの戦いでローマ帝国と共にフン族と戦った。また西ローマ皇帝グリケリウスを擁立するなどしてローマ帝国の政治に介入した。ローマ帝国とのつながりを深めていったブルグント王国であったが5世紀末に西ローマ皇帝院は廃絶した。ガディア北部に残っていたローマ帝国領ソワソン管区も486年にはメロビング町、 フランク王国に滅ぼされ、534年に、ブルグント王国もまた北から攻めてきた、フランク王国によって滅ぼされた。ブルグント王国の滅亡後、ブルグントは、ブルグンリア文王国として、フランク王テウデベルト一世、キルデベルト一世、クロタール一世に分割された。558年、ブルグンリアを含む全フランクを、クロタール一世が統一した。クロタール一世の死後に、 フランク王国は再び分裂し、次男のグントラムが、ブルグンディア王となった。グントラムには、ケーがいなかったため、おいでありアウストラシアの王でもある、キルデベルト二世を、後継者とした。キルデベルト二世の母であるブルンヒルドの殺傷家で、キルデベルト二世、テウデリク二世、シギベルト二世の三代にわたって、ブルグンディアとアウストラシアは、共に相続された。 しかし613年に、ブルンヒルドとシギベルト2世は、ネウストリア王クロタール2世の攻撃を受けて殺された。これによって、ブルグンディアを含む全フランクは、クロタール2世によって、再統一された。以後、ブルグンディア文王国は、ネウストリア文王国と共に、フランク王の着流に継承された。ブルグンディア文王国とネウストリア文王国が、合併することはなく、 別々の行政区分とされた。751年、ピピン三世がカロリング町を開いた。768年にピピンが死去すると、フランクの相続法に従い王国は二人の息子に分割された。ブルグンディア、プロバンス、ラングドックを手に入れたのは弟のカールマンだった。771年にカールマンが死去すると兄のカールがフランク全域の王となった。 カールはフランク王国の領土を広げ、800年にはローマ教皇によってローマ皇帝として退官された。843年、ホントノアの戦いを経たベルダン条約によって、フランク王国はカール大帝の3人の孫に分割された。ブルグンディアの大部分は長男ロタール一世の皇帝領に属した。だが、ソーヌ川北側のブルグンと北西部は、 マッテー・シャルル2世の西フランク王国領となった。855年にロタール1世が死去すると皇帝領は長男ロドビコ2世のイタリア王国、次男ロタール2世のロタリンギア王国、マッテー・シャルルのプロヴァンス王国に散布された。ブルグンディアはアルプス山脈を境として北部はロタリンギア王国、南部はプロヴァンス王国に属した。こうしてブルグンとは三分され、 それぞれの道を歩むことになった。シャルルのプロヴァンス王家は863年に一代で断絶した。兄のローマ皇帝ロドビコ二世がプロヴァンス王を兼ねたが、869年のメルセン条約によって、プロヴァンス王位は西フランク王国のシャルル二世が得た。879年、プロヴァンスの統治を任されていたボソが反乱を起こして独立を宣言し、 プロバンス王国が復活した。ボソはキスユラブル軍とも勢力範囲としていたため、ボソのプロバンス王国は別名をキスユラブル軍と王国と言い,い、首都はブル軍と領内のビエンヌであった。882年にボソは弟のリシャール正義公が率いる西フランク軍に敗れて、プロバンス王国は再び西フランク王国に統合された。八十八年に 西フランク王国が、ローマ皇帝カール3世に相続され、ブルグンと含む全フランクが統一された。しかし、カール3世が死去するとフランク王国は誤部され、母祖の息子で、カール3世の養子ともなっていた、ルイ3世が、キスユラブル軍と王国を復活させた。900年に、プロバンス王ルイ3世はイタリアに進出した。イタリア王を兼ねて、ローマ皇帝にもなった。 ルイ三世だったが905年に対立イタリア王のベレンガーリオ一世に目をつぶされてプロバンスに追い返された。失意のルイ三世は911年にアルルへ遷とした。アルルへ遷とした後のキスユラブル軍と王国はアルル王国とも呼ばれる。ルイ三世の失脚後にキスユラブル軍と王国の実権を握ったプロバンス公、ユーグはユーラブル軍と王国のルドルフ二世とイタリアをめぐって 争った。933年、ユーグは、ルドルフ2世に、イタリアを諦めさせる代わりに、キスユラブルグント王国を譲り渡した。両ブルグント王国は合併し、プロバンス王位は廃止された。ベルダン条約締結後、ブルグント王位は、ユーラブルグントを領有した、ロタール2世のロタリンギア王位に含まれていた。ロタール2世が軽視なく没すると、ロタリンギアは、 メルセン条約によって東西に2分された。ロタリンギア王位と共に、ブルグント王位は空位となり、プロバンス王ボソが、ブルグント王を自称した。880年のリブモント条約で、前、ロタリンギアが東フランクに属し、東フランク王ルートビヒ三世が、ブルグント王位を含む、ロタリンギア王位を得た。ルートビヒ三世は882年に死去し、 弟の西ローマ皇帝カール三世が医療を相続した。カール三世が死ぬと、ユーラブル軍との貴族及び聖職者たちは、母祖の娘婿である、ルドルフ一世を、ブルグンと王に衰退した。一方で、ロタリンギア王位は、東フランク王アルヌルフが次、ユーラブル軍とより、北が東フランク王国の一部としてのロタリンギア王国となった。ルドルフ一世は、 ロタリンギアを再統一しようとしたが、アルグルフの抵抗で失敗に終わった。922年、ルドルフ一世の子である、ブルグンとオルドルフ二世はイタリアに進出して、イタリア王を兼ねた。しかし926年には、プロバンス公遊具に、イタリアを追われた。933年、ルドルフ二世はイタリアにおけるすべての権利を放棄する、代わりに、キスユラブルグンと王国を併合した。 九百三十三年にユーラブル群と王国がキスユラブル群と王国を併合した。この時にアルルに戦挙したため南北合併後のブル群と王国をアルル王国とも呼ぶ。またブル群と族による第一の王国と区別して第二のブル群と王国とも呼ぶ。1三十二年にアルル王家が断絶するとアルル王位はローマ皇帝コンラート二世が継承し、ブル群とは ドイツ、イタリアと共に帝国の一部となった。アルル王国は王家断絶前から王権が弱く、ローマ皇帝の支配権もあまり及ばなかった。このため諸侯は徐々に自立して王国は形外化し、ローマ皇帝を王とする意識も薄くなった。1126年にブルグンハクの家系からは、カスティーラ王国のブルゴーニアさが出た。13世紀頃から各諸侯領は、 相続や売却によってフランス王領へ組み込まれていった。1378年、新聖ローマ帝国の皇帝カール四世はフランスのある両国における支配権を正式に認めて実質的に割上した。この時点をもって古代末期から形を変えて存続してきたブルグント王国は消滅した。ただし新聖ローマ帝国はフランスに支配権を 譲っただけで多いまで譲ってはおらず、1805年に、神聖ローマ帝国が崩壊するまで、ローマ王及び、ローマ皇帝の称号は、アルル王でもあることを意味した。843年のベルガン条約で、シャルル2世の西フランク王国が得た、ブルグント北西部は、ブルグント王国を正式名称としたが、公が派遣され統治したため、ブルゴーニュ皇領と呼ばれた。 2015年までのブルゴーニュ地域圏とほぼ一致する。11世紀末のブルゴーニュ公ウード一世の弟、アンリはレコンキスタに参加し、このアフォンソはポルトガル王国を建国してブルゴーニュ王朝を開いた。フランス王国内に含まれながらも独立性が高い地域であり、14世紀から15世紀のバロアケ時代にはブルゴーニュ公領のほか 神聖ローマ帝国の領域内を含む、ブルグント伯領、アルザス、ロレーヌ、ネーデルラントにまたがった、支配地を持ちブルゴーニュ公、国と呼ばれるほどの大勢力となった。これを、ブルグント族の王国、アルル王国に次ぐ、第三のブルグント王国と呼ぶこともある。マース川、モーゼル川の間にある、全領域、すなわちかつてのロタリンギアを手に入れることを目的としたが、 1477年にシャルルト進行が戦死すると崩壊した。ブルゴーニ公領はフランス王領に編入され、その他神聖ローマ帝国側の領域はローマ皇帝のハプスブルク家が相続した。ありがとうございます。